XPC750BRX300、ポリエチレン。モトローラ製のパワー PC750。パワーマッキントッシュ G3 向けのもので、上部にバックサイドキャッシュが見られる。以下の製品と比べ、ヒートスプレッタがないのが特徴である。p p c 7 5十区キシハップ55から3月後45リットル 8926ESD パワーマック向けの CPU。 アップグレードカード PowerPC G3 は PowerPC の第三世代マイクロプロセッサを呼ぶものとして Apple コンピューターによって使われた名称である。主に Apple の製品に採用されていた PowerPC75X シリーズを指すが組み込み用途などに使われる PowerPC74X を含むこともある。当初はマッキントッシュ互換企用として互換機メーカーに供給されたが 後にマッキントッシュコンピュータの CPU としても97年発売のパワーマッキントッシュ G3 に採用された。パワー PCG3 の名称が使われたのはこの時からである。引き続いてパワーブック G3、iMac、iBook などに広く採用され2003年に iBook G4 が発売されるまで6年間採用され続けた。二千六年のアップルの路線変更により パワー PC は組み込み用途専用の製品となった。IBM は2009年より、パワー PC G3 シリーズをパワー PC400 系と統合し、パワー PC476FP を発表した。パワー PC G3 はパワー PC603E 及び、パワー PC603EV の発展系として開発された。開発は、Apple Computer ーー、IBM、 モトローラの共同で行われた。CPU バスは 60X バスで、パッケージはクブが、またはプブが。発展系であるため、既存のパワー PC と完全な互換性がある。パワー PCG3 では、ベースとなるパワー PC603E のにプラス1、命令実行のスーパースカラプロセッサコアをベースに、以下のような改良を加えた。当初は、 ハイエンドの PowerPC604 の後継として、マッハ a 5の名で知られるインラインキャッシュを搭載した PowerPC604EV が開発されており、PowerPC750、740は互換機メーカー向けの安価なマイクロプロセッサとして供給されていた。PowerPC750 の性能がマッハ a を上回ることが明らかになったため、Apple コンピューター自身も採用し、 その際に新たに PowerPC-G3 と命名される。ほぼ同時期に Apple は互換機戦略を撤回している。PowerPC-G3 は以下のような優れた特徴を備えていた。特に低消費電力は大きな特徴で、例えば同配線の PowerPC-750L の場合、500MHz での平均最大消費電力は 6.0W。 7 5トであった。このため PowerPC G3 はノートパソコンにも動作クロックはほとんど下げることなく、そのまま搭載され、据え置き型と同等の処理能力を与えることに成功した。また、安価であったため、iMac などの低価格なパソコンにも採用された。一方で、L にキャッシュなどの影響を考慮しない、純粋な演算能力の比較では、 パワー PC604 が G3 を圧倒する。604シリーズを全面的に超えるのは、その強力な不動小数点ユニットを採用した G3 の後継のパワー PCG4 が登場してからで、ある。ありがとうございます。